はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、パズドラのランキングダンジョンですね。今パズドラはランキングダンジョンでだけ逆転裁判とコラボしてるらしいので、やっていきたいと思います。今回はパンドラのパーティーですね。まあ、ほとんどスキルレベルとかマックスじゃないんですけども、多分いけるでしょう。さて、これで闇属性をいっぱい作って、列強化を含めて OK。これで多分抜けるでしょう。OK。できる限り上位にランクインしたいから、結構いい。D で封印されたら終わりだからな。OK、スキル封印は大丈夫だった。さあ、ここで決めていこう。こんだけあれば大丈夫かな。列強化2つとちょこっとコンボをすれば、OK かな。9倍だけど、コンボも繋がったし、結構いけるでしょう。いけるよね。OK! さて、3フラはね、あと2フラで終われないんだよね。さて、ここは、こうした後に、シグナル使おうか。さて、これで、16倍出しとこうか。16倍とプラスコンボちょこっとで、OK! 落ち込む来る、落ち込む来る。これでいいでしょう。オッケー、これっていけるんじゃない？結構上位いけるんじゃないか。これはまあ厄介なんですけど、まあここでズオーで全ドロップを変えた後、さらに闇ドロップを増やす。もうこれでいけますね。おそらくドロップ、列強化か。列強化がいっぱいあるっていうか、まあ結構あるから。1個と落ち込んが来る。さて、これでいけるでしょう。敵は光属性。こっちは闇と。はい、オッケー。200秒残し。3分22秒残しですね。結構いいんじゃないかな、これは。ただあれだな、スキルを、リーダースキルを封印されたのがきつかったかな。あのターンがなければ。あ、ランク上がった。さて、結果はどうでしょうか？このスコア高いのかよくわかりませんけども、多分いい方なんじゃないかな。さあ、どこまで行く？あーれー上位 30.8！ 8 か。あとの 0.8 は。といったところで、ご視聴ありがとうございました。パンドラでも結構いけますね。はい。